偽装の夫婦は2015年10月7日から12月9日まで毎週水曜日22時23時に日本テレビ系の水曜ドラマ枠で放送された日本のテレビドラマである。天海ゆうき主演、湯川和彦脚本のラブコメディで天海と湯川は2005年に放送された女王の教室2007年1月クールに同局で放送されたドラマ 演歌の女王以来8年ぶりにタッグを組むことになる。番組のタイトル表示は、理想の夫婦である。孤高の美女、理想の女性と言われながら、実際には、人との付き合いが大嫌いだというカモンヒロ。それが、25年前の大学時代に一度だけ愛した、ものの、理由を明かさずそのまま姿を消し、逃げられた彼氏、日村ラ・地と再会するところから、物語が始まる。 そしてその出会いをきっかけに、偽装結婚生活を始めてしまう。第8話では、お互いの思いを知った二人が街路樹の下では彼を告げ、それぞれ、道を歩き始める、というまるで最終回のようなシーンがあった。データニュース社のテレビ視聴アンケート、テレビウォッチャーによると、初回から第8話までの平均満足度は3.83、で、高満足度の基準3.7を超える、高数値を記録。 視聴者はそれまでの展開を最終回でもいいくらい綺麗な終わり方だったなどと評価する声が多かった。しかし、第9話から突如行転の展開になり、視聴者は急展開すぎる、どこに結末が向かうのだろうか。ええ。そういう展開って、あぜんなど意外すぎるストーリーに大きく動揺し、満足度は番組最低の3.59まで落ちてしまった。最終回では、 最後は、ヒロと蝶地が、ハッピーエンドになり、良かった、脚本が、湯川さんなので不幸な終わり方にならないか、心配だったが、一応ハッピーエンドで良かったなどと、落ち着くところに落ち着いたことから、満足度は最低だった前回から盛り返し、3.64で終わった。しかし、ドラマの伏線として、ゲイやレズビアンといったデリケートな要素が絡んだ、展開だったことから、 肉体的に結ばれなくても男女で一緒にいるのが正しいって言いたいの ?LGBT を軽視しているように感じるといった批判がネット上で相次いだ。一方で失恋は気の毒だけどゲイと付き合ったことは可哀想じゃないし、それでゲイになってもバイになっても特に可哀想じゃない。最終回の終わり方で議論をもたらすのが作者の狙いだったと思うなどのように、 それぞれのキャラクターの選択の結果であり、そうして視聴者に考えさせることがドラマの目的だったのではという意見もあり、賛否両論となった。ありがとうございます。